スキアポデス。ニュルンベルク年代記より、スキアポデス、または、モノコリは、一本足のドアーフに似た、伝説上の生き物である。胴体の中心から一本の歌詞が伸び、先が拡大して、巨大な足となっている。スキアポデスという名前は、ギリシャ語のシグマカッパイオタールファーパイデルタイプシロン、に由来し、また、モノコリはギリシャ語で、一本足のを意味するミューニュー。 カッパオメガラムダイオータに由来している。スキアポデスはプリニウスの博物誌で初めて紹介された。プリニウスはスキアポデスと遭遇、または目撃した旅行者の報告を紹介し、その話を記載した。プリニウスによれば、スキアポデスについての最初の言及は、彼らをインドにいるとしたくてシアスによるものとされる。 プリニウスは次のように記述しているスキアポデスの伝説は中世まで残り、セビリアのイシドールスが著書語源でこの奇妙な生き物について述べている。この伝説は、一本足で立って瞑想することもある、インドのような修行者の実践を誤解したものから生じたと考えられる。また、熱帯地域特有の疾患とつながりがあるとも考えられる。 過去から現在に至る地球におけるあらゆる基地の生活記録を見れば一本足の生活様式や一本足のように見える生活様式のケースがないわけではない。しかしながら一脚の形に進化した人や人に近い種が実在した証拠はない。人並びに人に似た種での一本足の実例としては、機敬及び切断手術と関連したものが知られているだけである。 歴史の上では一本足の人間の社会や、種族の記録はない。C.S. ルイスは子供向け空想小説シリーズ、ナルニア国物語の一作、朝ビラキマル東の海へで、スキアポデスを登場させている。スキアポデスのレリーフ。サンスの大聖堂。物語では、彼らは、ダッファーと呼ばれる一本足のドワアーフの種族で、 その監視を受け負う魔法使いコリアキンと一緒に極東の海のナルニア世界の果ての近くに浮かぶ小島に生息している。彼らはもともとは日本足の普通のドワーフだったがコリアキンから罰を受け一本足に変えられてしまった。自分の外見のために彼らは非常に不幸になりそのため自分の姿を見えなくしてしまった。ルーシー・ペベンシーが後に彼らの姿が 再び見えるようにした。彼らは、ナルニアの船、アサビラキマルが、急速と補給のために島に寄港した際、船から降りてきた冒険者たちに発見された。この船は、東の果てを目指す探検の途中であり、発見の後悔をしつつ、何年も前に、同じように探検に出かけた昔のナルニア船を、探していた。コリアキンの島での役割についてのある、 種の誤解を解いた後、ナルニア国の訪問者は、ダッファーたちに、水の上を進む方法を教えた。一本足のドアーフたちは、それぞれ自らの一個の巨大な靴の上で浮かびながら、小さなオールを使い、そして足からそっと水の上でジャンプして、自分でこぎ回ることができるようになった。冒険者たちは島を去る前に、ダッファーを、物々と命名したが、 彼らはその名前をごちゃ混ぜにしてしまい、マネーパド、パミノッド、パデーモンと言い合うが、最終的に、ダッフルパドという名に落ち着いた。ダッフルパドは一本足である点を除いては、ナルニアの他のドアー付属と同じような姿であり、歌詞は普通約3フィートで、その先端に巨大な足があり、ボート型の靴を履いている。眠るときは、彼らはそれぞれ、 背中を下にして、足を空に突き上げる格好になり、足が一種の傘の役割を果たしている。離れたところから眺めると、マッシュルームのような形となる。ブライアン・シブリーチョ、ようこそ、ナルニア国へによれば、ルイスは、ヘレフォードズのイラストに基づいて、ダッフルパドの姿を作ったのではないかとされている。ウンベルト・エイコは、小説、 バウドリーノの中でスキアポデスをギャベガイという名前で登場させている。この生物の名前ギャベガイはウィラード・バン・オーマンク・ワイの翻訳の不確定性に言及したものである。日本語訳ではノーナシアンよ。ありがとうございます。